影勝様、ついにこの時が来ました。我らの義が天下人家康に勝利する瞬間です。まず上杉は家康が会津に到着する前に家康に組する山犬ども最上伊達を駆逐いたします。その後三成は機内で挙兵、これで家康を攻撃する体制が整います。上田では幸村が挙兵し徳川軍を拡大いたします。家康は三方より攻撃を受ける形となります。心配ご無用にございまする。この戦、天下に義を見せつけるためのもの。義を世に示せば我らに同情する者も出ましょう。さすれば家康など敵ではありません。まだ不安にござりまするか。いや、なれば義の花を咲かせよ兼続。はは、今のお言葉、この兼続には何よりの宝。必ずや最上伊達を打ち破り、天下に義の花を咲かせてみせまする。うむ、義の天下を共に築くのだ。見守ろう。
ここに火の花が咲くのだ。少し愛を諭して差し上げました。上杉強し、もうダメだ。解剖長谷道場は目前、この城は死守してみせる。
これで最上は下したも同然。伝令、関ヶ原の戦いにて三成殿率いる西軍敗北。竜が全て飲み食らってくれるわ。これで家康様の天下は決まった。上杉よ、無駄な抵抗はやめよ。三成は負けた。なこの戦の意味、もはや私が生きている意味すら。兼続、お前も上杉も終わらぬ。はっ、ならば即時撤退を開始します。被害を最小限にとどめつつ南西の砦へ。勝利条件変更、敗北条件変更。少し愛を諭して差し上げました。急げ。仕事はきっちり果たすで。Yeah.
が政宗はそう簡単には抜けないぜ。開門。政宗の前に伊達の大軍が。政宗を破らぬ限り本国には帰れぬか。北に小十郎率いる伊達の別動隊がいるな。攻撃を避けるため砦を封鎖せよ。金継殿、伊達勢の急襲を受けています。沢山南砦で封鎖できません。軍神が申し子の名に恥じぬか。負けてしまうとは。迂回して追い詰めさせていただきます。開門。伊達の騎馬鉄砲隊の力、とくと味わえ。まだ伊達は終わっておらん。開門。勝利条件変更。ご無礼ながらこれより乱暴を働きます。ここぞ。神が申し子の名に恥じぬか。討ち取ったり。耐えきれん。聞かせてもらう。上杉がついに滅亡するか。亡き剣心もあの世で悲しんでいよう。剣心の前で今が終わりに育ち、鮮やかな花をつけ、立派な木となりました。横島の病を払おうとしたい。天心が悲しむ理由ご覧なさい。
父が残したこの王子はわしが守る。父や影虎の残した木はわしが守る。引き寄った敵ながらあっぱれよ。三成よ、上杉を窮地に追いやった義とは、私の義とは。兼続、義の花は咲く、何度でも。私を残して行ってしまった。直江兼続、アセドの撤退戦、まこと見事であったと聞く。は、恐縮にございます。だが三成と通じ我らを挑発、伊達や最上と戦をした罪は重い。上杉は取り潰すべしとの声もある。こたびの乱、すべてこの兼続の一存、影勝様は預かりしろ。恐れながら家康様に申し上げる。こたびの上杉の行動、その責はこの影勝にある。兼続ら上杉の将はただ己の義に従い、我がために働いたに過ぎず、この影勝が首、そして彼らの義に免じ、兼続をはじめとする将の罪、お許し願わしゅう。影勝様、なりませぬ。上杉景勝、無口と聞いておったが、雄弁に語るではないか。この家康、お主ら主従の絆に打たれた。上杉は取り潰さぬ。死者の役目、大尉。伊達は仙台藩、上杉は米沢藩、これからは共に奥州を盛り立てていければと。あらあら、どの口がそのようなことを。天下の義を踏みにじり、奥州を乱したのは誰ですか。母上、言葉が。これはこれは老婦人、人海の心配は無用でございます。安心して魔界にお戻りいただき、二度と現れませぬよう。命知らずな。まあ、うろたえたことを。メガネを叩き割れば、その口の悪さも治るでしょうか。母上、もうこのメガネの価値がわからないとは。老婦人には老眼鏡が必要でございますね。あらあら、綾とお揃いにしたいのですか。
自分の分を思い出させてあげるのも愛ですね。おお、金継ぐ。